チチチチャ、または、チーチャとは、南米アンデス地方でよく飲まれている酒の種類である。特に、ペルーやボリビアのチチャは有名である。国立民族学博物館に、ボリビア各地で、アイマラアイマラやケチュアの人々が使ったと推定される、チチャ用の陶器がまとまって収蔵され、酒好きや回しの実に使われたと考えられる、大ぶりで、カップ状のへこみが複数ある例に加えて、 現代の製造や販売を伝える土人形などが収蔵されている。ボリビア国内ではコチャバンバがチチャの名産地である。主にトウモロコシを発酵させて作られる。トウモロコシを噛んで唾液の酵素で発酵させるのが元々の作り方であったと言われる。チチャ作り茶かすのチチャ売り酸味がある。ブドウジュースといった味である。 作り方や飲むタイミングによってアルコールの強さは変わる。原則として煮沸など発酵を止める作業をしないので、賞味期間は極めて短い。飲み頃になってから一週間もすると舌を刺すくらい酸っぱくなってしまう。パンチをフィエロ作リマのちっとつまみの屋台、19世紀半ばの本の挿絵、現在、ペルーやボリビアのレストランで提供される。 紫とうもろこしで作られたちっちゃは、ちっちゃもらだというが、これは、アルコール分がなく、蒸気のちっちゃとは全く別物である。ポリフェノールの含有量が約73%とされ、ワインよりも多いため、血栓を防ぐ効果があると期待される。ちっは、アンデス文明の形成に深く関わる。これには、アンデス文明という文脈における、ちっちゃの原料、 トウモロコシについて理解が必要になる。トウモロコシの原産地域であるメソアメリカ以上にアンデス地域はトウモロコシの種類が多い。先コロンブス期においてトウモロコシは非常に付加価値の高い作物であり酒の原料として重宝されていた。トウモロコシの利用に関しては形成期の後期に増えたのではないかという可能性が ペルー北部の遺跡から出土した人骨の窒素、炭素同位体比分析から示唆されている。酒は、トウモロコシの他マニオクや、キヌアなどからも作られ、現在のペルーのトルヒーリ周辺に栄えた、モチェ文化には、神と思われる人物が片手にトウモロコシ、片手にマニオクを持った図像を描いた土器がある。この土器はアブミ型中高土器と呼ばれる形態を持ち、主に酒などを入れた。 儀礼用の土器と推定される。このように古い時期からマニオクシとともにトウモロコシから作る酒も利用されていた。割木あるいは中期ホライズンと呼ばれる時代にトウモロコシ生産は拡大されたと考えられ、現在のペルーに栄えた割生態によって各地にトウモロコシ栽培用のテラスが建造される。割文化の土器に見られる図像にはトウモロコシのほか 様々な植物が描かれているが、巨大な土器はおそらくトウモロコシ種であるチチャを入れ、それを共演の後に壊すといった儀礼も多く、取り行われたと言われている。同じ頃、現在のボリビアにあったティワナク社会でも、このトウモロコシから作るチチャが儀礼用に利用されていた。ティワナク文化を代表する瓦家である経路と呼ばれるコップ型の土器は、主にチチャを入れて利用された。 ティワナク生態は標高の低い場所。例えば、ペルーのモケグワ周辺やボリビアのコチャバンバ周辺に飛び地を持っていたとされ、このような標高の低い場所では主にトウモロコシやコカが栽培されていた。チチャの原料のトウモロコシを栽培するため飛び地を設けるほど当時は重要視されていた。インカ帝国においてもチチャは非常に重要な飲み物で、チチャの利用は アンデス中に最大限広がっていった。インカ帝国では政府によって労働不益が課せられていたが、その見返りとしてインカ主催の共演が取り行われていたとスペイン人の記録文書に記されている。その共演では織物などのほか土が与えられ、重宝されていた。国家による酒販売の独占形態であるが、これには、 以下のように様々な意味が込められている。チチャの利用は、共演などを通して、集団間の摩擦を和らげる働きがあった。また、儀礼用としても、非常に価値があり、現在でもペルー南部やボリビア北部の山間部では、先住民によるチチャを用いた、様々な儀礼が取り行われる。このように、チチャあるいはその原料となるトウモロコシは、アンデス文明の形成過程において、 決して欠かすことのできない重要なものであった。それゆえ、品種改良で膨大な種類のトウモロコシが生み出された。チチャ音楽のポスター1980年代に、コロンビアのクンビアとペルーのフォルクローレである、バイニョにアメリカのサイケデリックロックが融合して、チチャ音楽という新しいジャンルの音楽が生まれると、山岳部からリマに移民した人々の間で流行した。 エレキギターで演奏されるのが特徴である。主なアーティストに、チャカロン、ロス・シャピス、ロス・デ・ステージョス、ロス・ミルロスがいる。また、音楽の宣伝ポスターを、チチャポスターと呼ぶ。ペルー・クンビアは、チチャのジャンルの一つである。日本に紹介されたアルバムは、パブロ・イー・イーグレーセウスに監修を受けたものなどがある。本文の転居。主な執筆者名もしくは編集者名の順。 本文の出典以外の資料、項目順、発行都市順、ありがとうございます。